という、清野七のスタッフが運営する公式インスタグラムが3日に更新され、TBS 系連続ドラマ、婚姻届けに半を押しただけですが、毎週火曜午10時のオフショットを公開した写真11枚。倉科奈が2人、兄嫁そっくりの恋がたき、が登場。インスタグラムでは、今日も元気に反をし撮影しております。 本日最高の天気でロケでしたと報告しながら、こんな気持ちの良い日はせーののすっぴんに限りますね。すっぴんでキョロキョロしてる顔が向く、小学生のような目でキョロキョロしてるオフショットをお届けと、マスク姿ながら、すっぴんのせーのを撮影した一枚を投稿。すっぴんかわいい、かわいすぎる。 こんな可愛い人が存在してることにビビってる。撮影お疲れ様。すっぴんななちゃん可愛い。ななちゃんイケメンすぎる。体冷やさないように気をつけてください。女優さんは違うね。すっぴんでも美しい。などの声が寄せられている。